はい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 、皆さんこんにちは。今日は緊急で動画を撮っています。まあ、緊急といえども毎日ほど YouTube 動画をアップしているんですけれども、ですね、まあ僕も悪かったんです。その AI を試しながらまあちょこちょこっとやってたんですが、ご存知のように昨日おとといとですね、スノの動画を出しました。やっぱりですね、ここらでバチッと決めさせていただこうと思ってですね、出したわけです。おかげさまでたくさんの人が見てくれました。それでですね、やっぱりもうちょっとちゃんとですねやろうと思ったんですが、一番どこの SNS を見てもですね、最大で1分20秒しかできないとかですね、エンディングがお尻が切れてしまってどうだろうとか、まあ今の時点ではサブスク入るのもいかがなもんかとか、いろんな話が出てました。でもですね、今日は僕はちゃんとやりました。海外の動画も勉強しました。そしたらですね、そんなもの簡単、簡単の簡単の単です。そういうことでですね、今日はただしちょっと慌てて撮っていますので、歌詞がそんなにバッチリじゃないです。でもちゃんとエンディングができてですね、もう尺の長い3分42秒の楽曲ができましたという報告だけしておきますので、これを見たらですね、 YouTube のチャンネル登録、今まではそんなチャンネル登録してくれとかですね、まあ後ろにあのマークがついてるぐらいです、チャンネル登録ね。僕は多分動画の中ででもまあ最後のエンディングのとこでちょこちょこっと言うぐらいでですね、今までそんなことは言ってこなかったんですけれども、皆さんぜひチャンネル登録をしていただいて、次の動画、その次の動画ぐらいですね、簡単にロングバージョンの楽曲を作れるということを解説しますので、チャンネル登録ぜひぜひぜひ今日だけはやってくださいというお話で、じゃあ動画にしたものを聞かせます。ただし先ほども言いましたように、ちょっと歌詞とかもう少しうまく作りたいので、次回の動画をお待ちください。では聞いてください。田舎続く波が始まる、静かな朝の光に照らされ、神社へと続く道を歩く、心に秘めた願い事、鐘の音が響き渡る、しのしの訪れを告げて、君への想いを込めて願いを捧げる。
はい、どうでしたでしょうか。こんなですね、能力のあるスノさんが最後のところでプツンと切れてですね、これでどうぞサブスクをしてくださいなんてですね、こんなかっこ悪いこと言うはずがないじゃないですか。僕はこれで曲ができましたよなんて絶対ありえないと今日は思ってですね、調べに調べてここにたどり着いたんです。そしてこれだけじゃありません。多分次の動画、明日か明後日とかそういう時期に皆さんに発表しますけれども、僕が作ったチャット GPT's、 これのですね、ここにありますスノ AI 専用歌詞ビルダーですね、これで歌詞がうまく作れるわけですけれども、これも改良しようと思っています。なぜならここで、右にこう歌詞がありますよね。今バースとコーラスというふうにしてるんですけれども、あとはプレコーラスとかですね、他日本でいう A メロ、 B メロ、 C メロ、サビ、そういうのはですね、英語でいうプレコーラスとかブリッジとか、そういうのもちゃんと認識するんです。ですからそれのところをですね、全自動で作るように GPT's を改良して皆さんに無料提供させていただきます。ですからそちらの方もぜひ使ってもらうのには一つだけ条件があります。それはチャット GPT プラスに加入しないと GPT's は使えません。ですから少しはお金がいりますけれども、チャット GPT は別にこれだけのために入るんではなくてですね、いろんなことができます。僕も画像系のソフトとかを約50本ぐらいもう GPT's を作っています。それのうちほぼ9割以上は無料です。若干機能制限をさせていただいている部分もあるんですけれども、ほぼほぼフリーで使っていただくようにしていますので、チャット GPT の約3000円と、そしてスーノの1ヶ月1000円ぐらいですよね。だいたい1万1000円か2000円か3000円か、そのぐらいになると思うんですけど、僕はもうこれができると分かってですね、早速サブスクに入ることにしました。月8ドルでこんな曲がすぐに作れるわけです。もうスーノがいい曲作るということは皆さんも言わなくても、これを見てくれている方は分かってると思います。そしてそれは完成というのではなくって DTM のヒントにもできますし、僕なんかはリミックスというようなソフトを持っていますので、ボーカルとオケを分離させるというようなこともほぼほぼ95点ぐらいの能力でできるようなソフトもいっぱいあるわけです。ですからそういうものをうまく使えば、これは楽曲に使える。そしてアナログ派の人だけは、僕もね、随分皆さんに言ってきたんですよ。でもね、もうそれをこだわる人、いわゆるこんなんで作ったのは作曲じゃないと思ってる方には、これね、100回言ってもほとんど無理なんです。アーティスト根性というのね。僕もそうですよ。僕もプロの楽曲とかを作ったりしてるわけです。ですから僕にもアーティスト根性というのはあって、いろいろ迷う悩むことはなくもないんです。でもですね、僕は島村楽器のコンテストでファイナリストになってからプロになったわけですけれども、でもその前はずっと何十年ってコンピューターのソフトウェア開発をやってきてたんです。ですから僕の頭はコンポーダーとかミュージシャンとかそういうのはそんなにもないんです。逆に言えばそんなにも上手じゃないということも言えるのかも分かりません。でもですね、僕は IT 屋としてきましたので、これからこのスノがどこまで伸びるかっていうのは大体は分かっています。もっともっと良くなります。ですから僕は今の時点ですね、他の AI も出てくるかも分かりませんけれども、別に回し物じゃないですけれども、頑張って開発されたスノのスタッフのメンバーさんにも敬意を払いましてですね、これをどんどん広めていきたいな、そんな風に考えております。じゃあ次の回どんな風にやるか、初心者の人でも分かりやすく説明をしますので、ぜひぜひぜひ
チャンネル登録をしてお待ちください。次はプレミアム配信というかですね、時間を決めて何時からというような感じで配信するかもわかりませんので、よろしくお願いしたいと思います。今日はご視聴ありがとうございました。楽しみにしててください。またねー。